はい、どうも、こんにちは。はじめまして、藤原です。ということで、今回はですね、ボードゲームの実況をしていくんですけれども、普段はゲームセンターにあるゲームを動画でいつも上げていました。しかし、ちょっと今の状況ではゲームセンターに行けれないので、ちょっと他にもいろんなゲームをやっていこうかなっていうところですね。で、今の環境では家で何をして遊ぶかっていう思われる方が多いと思うので、家で遊べるものをちょっと YouTube に上げていこうかなと思っています。今後はそのゲームセンターだけのゲームではなくて、こういうふうにいろんなゲームを上げていけたらなと思っています。よろしくお願いします。なのでちょっと今、チャンネル登録してくださると、今の動画ではゲームセンターのゲームが多いんですけれども、他の動画も今後は上げていくつもりですので、気になったらよかったら見てみてください。で、今日ボードゲーム、よかったら見ててください。どうぞ。どうも、藤君です。です。最近皆さん自粛と世の中部屋の中にみんないるじゃないですか。そうですね。DVD 見たりゲームしたりいろいろやってると思うんですけど、僕はですね、皆さんにこのボードゲームを紹介したいと思うんです。将棋とかオセロとかいろいろあると思うんですけど、もっとボードゲームには種類がありまして、今回紹介するボードゲームはこちらのスプレンダーでございます。このスプレンダーをつるちゃんと一緒にやって紹介したいと思います。では準備が整ったのでやっていこうと思います。まずここに並べられているのはコインでございます。こういうやつ、黒とか緑、あとは白、赤、青ってあるんですけど、一旦に一度行動するときにコインを、このコインを取るか、こちらのカードを取るかの2つになります。で、このカードを取るのはここにコイン、これだったら白が1枚、青が3枚、緑が1枚あったときにこのカードを取れます。で、次にこのコインの取り方なんだけども、異なる色を3枚取ることができます。例えば黒、緑、白っていう感じね。だから黒、黒、緑とかダメなわけですよ。黒、黒、緑はダメだから違う色を3枚取ってください。もしくは同じ色を2枚ですね。例えば赤2枚みたいな。で、2枚取るときはここにコインが全部で4枚ないと2枚は取れないです。で、あと、この黄金はちょっと特別で、ここのカードをキープすることができるんですね。例えばこれを裏向きにして、ちょっとこれ後から取りたいから俺のものにしとくと。そういった時は、これでも一旦消費するんだけど、黄金のカードもついていきます。で、この黄金は何色の代わりにでもなるということでございます。このカードを集めていったら、これが手に入るんですね。貴族カードでございます。この貴族カードはコインじゃ買えなくて、黒のカード3枚、赤のカード3枚、白のカード3枚で手に入れることができます。で、これは一旦使うことがなくて、条件が揃えば自動で手に入りますね。はい。で、あと、言い忘れてたんですけど、このカードはコインの代わりにもなります。コインは消費してこのカードを買うんだけど、このカードは消費せずに一生緑1個分としてカウントします。じゃ、例えば、このカードを持っていたら、このカードを買うのには白2枚と黒2枚しか必要ないんですね。なぜならば緑のカード1枚持ってるからっていうことでございます。さあ早速やっていきましょう。はい、多分先行の方が有利なんでね。どうぞ先行やっていいですよ。いいですか。いいですよ。はい、優しい。いや、そうなんだね。僕はどうぞ。はいはい、黒、緑、白。なるほど。ちょ、ルカチモードこれ今。あ、だめ、俺も黒、白、緑だわ。パクリじゃん。パクリですわ、これ。いや、絶対こうなるでしょ、こんな。どうしようかな。いや、青も欲しいな。そうだな。だよな。赤にしよう。あ、なんやな、これ。なら、俺は。
どうぞ。違う、これを買います。はい、はい、君は今ズルをしました。黒2枚です。2枚、あ、はい、はい、ズルしました。マイナス1点です。なしです。許してやろう。あ、で、このコインは皆さん10枚までしか持てません。全然覚えてた？忘れてました。はい、僕も忘れてました。知りません。じゃあ俺は1、2、3、4、5、6でしょ。赤、青、どうぞ。でしょう。いいや、とりあえずこれでいいや。はい、どうぞ。うん、黒1、緑2、青1、なるほど、僕もそれ狙ってたんですよ。マジっすか、ロックンロール。もうやば、緑しかないんだけど。マジか緑しかないな。白2と青1でこちらのカードを購入したいと思います。はい、青きます。あ、青切っちゃったね。そんなに白、青、緑、なるほど。白黒青で。緑、はい、青、白、なるほど。白、はい、かしこまり。で、黒4枚を消費して、こちらでございます。はい、初の点数獲得でございます。1点ゲットでございます。点数は、ここの数字です。15点になったら終わりです。今これで1点です。青かな？青でございますか。白1。赤2。緑に。緑だけ。はい、なるほど。ありがとうございます。でもこれしか取れんのか。そっか、もう3色しかないじゃん。はい、どうぞ。1枚と、はい、青と白のカードがあるのでコインは1枚ずつということですね。はい、で、赤はカードあるからコインはいらないということでございます。では、僕は緑2と黒2を消費して、はい、で、カードは緑はあるので僕はコインは使ってません。一応取ります。おう、2、黒2、あ、そう、他のが1だね。はい、どうぞ。どうぞどうぞ。緑、青、はい、黒、なるほど。緑に赤1ですね。はい、はい、どうぞどうぞ。いい
緑2、緑2、青4、お白12点獲得でございます。いい、はい、なるほど、こういうの手に合ってきたか。いいよ、はい、私緑5枚消費します。コインは4枚あるので、間違えた、カードは4枚あるのでコインは1枚しか消費しません。じゃじゃん、いただきます。フルの台どうぞ。白、はい、はい、なるほど。では私は黒緑青としましょうか。どうぞ。黒3、赤2、赤2、白2、こちらでございます。これ同点ですね。今同点ですね。激しい戦いだ。私は緑7枚、カード5とコイン2で、うわ4点です。痛いですね。素晴らしい、ありがとうございます。うざいは褒め言葉だ。どうも。黒白緑、なるほど、黒白緑か、なるほど。では緑4、青1、赤 2、こちらのカードいただきたいと思います。めっちゃ取るじゃん。イエス、ガチかよ。ガチだ。ガチに行きますよ。よいしょ。今現在私は9点でございますよ。あなた3点ですよ。これからですね。これからですか。何ですか。白3。はい、白3。緑3。緑3。黒2。こちらのカードだ。どうぞ。はい。3、4点ですね。なるほど。白黒でございますよ。これをもらいます。赤に黒1、赤に黒1、はい、はい、赤黒、どうぞどうぞ。したら、黒に青に、はい、抜けます。はい、はい、緑5、赤3でございます。緑5、赤3でございます。じゃじゃん、はい、これで11点。やば、11点でございます。あとお前4点じゃねえか。大丈夫か。7点差だぞ。やばいっすね。大丈夫ですか。なるほど、白4ですね。こちら赤のカード、白4枚で1点ですね。今5点、はい、白、黒、白、黒、赤、はい、どうぞどうぞ。1枚ずつ取ります。なるほど。では、黒6、3点、はい、これ14点です。14点です。私14点でございます。今はい、白3、青2、緑2で、多分、はい、3、3、これが取れます。お、マジで3、3、3。お、貴族カード、黒3、赤3、白3、
3枚ずつありますね。6。今何点？9。9点？9点。マジで？おお、俺でも14点なんだよね。1枚でも取れる。取れる。白4、青2、黒1。はい、16点になりました。私の勝ちです。はい、何点？つるちん。9対16。はい、これがスプレンダーでございます。皆さんもボードゲームやってみてください。さ